私はこの程度では終わらん。天下の頂点を目指すぞ。この地より頂点を目指す。蒙武を消滅し、天下をつかみ取るぞ。ご用件も受けたまわります。私は勇退する。後継はお前に決めた。ま、せいぜい頑張るんだな。承知いたしました。安心してお任せを。私に用ですか？私は引退する。工事はお前に任せるぞ。いいな？仕方ありませんね。ご要望にお答えしましょう。もうお前の魅力に抗えぬ。なけなしの理性も天命の前には無力よ。どうか触れることを許してほしい。答えは後日聞かせてくれ。あなたが三国一の花粉なの。私を独り占めにするんですもの。平穏な暮らしは約束できない。だがそれ以上のものを手にするのだ。お前に必ず頂点からの眺めを見せてやろう。それまで私と共に来い。ずっとそばにいてあげる。だから退屈させないでね。私の義兄弟にふさわしい者はそういないが、お前は合格としておこう。ここに誓おう。共に蒙武を打ち払い頂点に並び立つことを。
義兄弟としてお前ほど頼もしい人間は他にいまいな。はじめに一つだけ言っておく。死んでも私の名を汚すなよ。無論ここで諦めはしない。この地より再び天下の頂点を目指す。くそ、どこに逃げた。まだ遠くには行っていないはずだ。おいおい、よくこんなに集めたものですね。財貨の出所は問わん。使い方が寛容なのだからな。見事なものだな。敗者にはふさわしくない財貨だ。この私が有効に使ってやろうじゃないか。おい見ろよ、あいつが例の。ああ、戦場の死神ってやつか。おっかねえな。あなたこそ本物の英雄だ。私も見習わなくては。この程度では満足できん。私はただ頂点を目指すのみだ。おう、やるな。お前に護衛を任せて正解だったようだ。役に立ったじゃないか。お前の腕は確からしいな。
今夜の戦果はこんなもんでしたぜ。あるところからはどんどんむしり取ってやりやしょう。あと一歩で頂点に手が届く。次の戦で天命の在処を確かめるのだ。ここほど繁栄した町は他にあるまい。この町も盛況になったものだな。古い人間ほど賄賂にとらわれる。残念なものですね。この町も成長したな。周囲から妬みの視線を感じるほどだ。この盛況の中でボングにできるのはこの程度のことか。どうやら天は私に味方したようだな。ついに天下の頂点に立ったか。
私を支えることにかけて、お前たちには天賦の才があったようだ。感謝する。私なしではこの先苦労するでしょう。力を貸して差し上げますよ。栄達の道を極められた当然の結果だ。天下はこの少子規のものだ。私が選ばれた人間であることが明白となったな。天命はあなたにあった。私はその傍らで天下を支えましょう。